日本のエンタメ界に新風初 MC 挑戦平野翔と渡辺直美が送る特別バラエティ番組豪華ゲストが大集合ある朝目を覚ますと私の世界が少し変わっていたテレビをつけるとそこには見慣れた顔が映っていた平野翔さんが初めて MC を務めるというニュースが飛び込んできたのだしかも その相棒が渡辺直美さんだという。驚きと喜びが入り交じった感情が一気に胸に広がった。渡辺直美さんと平野翔さんの共演は、多くのファンにとって夢のような組み合わせであり、このニュースはまるでプレゼントのように感じられた。私はテレビの前でそのニュースを何度も見返しながら、二人の書 MC がどんなものになるのか、胸を高鳴らせた。思い返せば、 平野翔さんが初めてテレビに登場したのはもう何年前のことだろう彼のデビュー当時からのファンとして彼がここまで成長し多くの人々に愛される存在になったことは感慨深いものがある彼の明るく元気なキャラクターはどんな番組でも視聴者を楽しませてくれる渡辺直美さんもまたそのユーモアとエネルギーで日本中の人々を笑顔にしてきたそんな二人がタッグを組むことで 一体どんな化学反応が起こるのか期待は高まるばかりだ平野翔さんが MC を務める番組は単なるバラエティ番組ではないそこには彼の成長と努力の結晶が詰まっている毎朝彼のニュースをチェックし彼の新しい挑戦を応援するファンたちの姿が目に浮かぶ渡辺直美さんとの共演はまるで夢のような出来事であり 多くのファンにとって待ち望んでいた瞬間だ彼らの初共演は一体どんな物語を紡ぎ出すのだろうか渡辺直美さんと平野翔さんの共演が決まった背景にはいくつかの興味深いエピソードがある二人は以前からお互いにリスペクトし合っており仕事の場での共演を心待ちにしていたという今回の共演はそんな二人の願いが叶った瞬間でもある ナオミさんはそのユーモアと明るさで多くの人々に愛されている。彼女のエネルギッシュなパフォーマンスはいつも観客を魅了し笑顔にする力を持っている。平野さんもまたその自然体の魅力と努力家の姿勢で多くのファンを虜にしてきた。そんな二人が共演することでどんな新しい魅力が生まれるのか楽しみは尽きない。今回の番組では 様々なパフォーマンスが繰り広げられる予定だという。世界的に有名なマジシャンやダンサーが登場し、視聴者を驚かせるパフォーマンスを披露する。そんな中で、平野さんと渡辺さんがどのように番組を進行し、視聴者を楽しませるのか、その手腕が問われることになるだろう。彼らの自然なやりとりや、お互いをフォローし合う姿は、きっと多くの人々に感動を与えるに違いない。 私はこのニュースを聞いてからというもの、毎朝のようにテレビをチェックし、彼らの最新情報を追いかけている。平野さんがどんな衣装を着て、どんな表情で MC を務めるのか、渡辺さんとのやりとりがどのように展開されるのか、期待と興奮が止まらない。彼らの共演が、日本のエンターテインメント界に新しい風を吹き込むことを願ってやまない。 平野翔さんと渡辺直美さんの WEMC、UM、という大きなニュースは、私だけでなく、多くのファンにとっても大きな驚きと喜びをもたらした。彼らの共演が実現した背景には、多くの努力と準備があったことだろう。直美さんはそのユーモアと明るさで、平野さんはその自然体の魅力と努力家の姿勢で、これからも多くの人々を魅了し続けるに違いない。彼らの共演がどんな物語を紡ぎ出すのか、 期待は高まるばかりだ。渡辺直美さんとの共演が決まったことについて、平野さんはインタビューで、まさか自分が MC を務めることになるとは思ってもみませんでした。渡辺さんと一緒に番組を作ることができるなんて、本当に光栄です、と語っていた。その言葉には、彼の素直な喜びと感謝の気持ちが込められていた。直美さんもまた、平野さんとの共演はずっと夢見ていたことでした。 彼のエネルギーに負けないよう、私も全力で頑張ります、と語っており、彼らの熱意と情熱が伝わってくる。今回の番組は、単なるバラエティ番組ではなく、多くの人々に感動と笑顔を届ける特別なものとなるだろう。視聴者にとっても、彼らの初 MC という大きな瞬間を見逃すわけにはいかない。私はテレビの前で、彼らのパフォーマンスに釘付け気になること間違いない。 そして、彼らの成長と努力を見守り続けるファンとして、この特別な瞬間を共有できることを心から喜んでいる。渡辺直美さんと平野翔さんの共演が決まったことで、多くのファンが期待と興奮を募らせている。彼らの自然なやりとりや、お互いをフォローし合う姿は、きっと多くの人々に感動を与えるだろう。今回の番組では、世界的に有名なマジシャンやダンサーが登場し、 視聴者を驚かせるパフォーマンスを披露する予定だそんな中で平野さんと渡辺さんがどのように番組を進行し視聴者を楽しませるのかその手腕が問われることになるだろう私はこのニュースを聞いてからというもの毎朝のようにテレビをチェックし彼らの最新情報を追いかけている平野さんがどんな衣装を着てどんな表情で MC を務めるのか 渡辺ささんとのののやりとりがどのように展開されるのか、期待と興奮が止まらない彼らの共演が日本のエンターテインメント界に新しい風を吹き込むことを願ってやまない渡辺直美さんとの共演が決まったことについて平野さんはインタビューでまさか自分が MC を務めることになるとは思ってもみませんでした渡辺さんと一緒に番組を作ることができるなんて本当に光栄ですと語っていた その言葉には、彼の素直な喜びと感謝の気持ちが込められていた。ナオミさんもまた、平野さんとの共演はずっと夢見ていたことでした。彼のエネルギーに負けないよう、私も全力で頑張ります、と語っており、彼らの熱意と情熱が伝わってくる。今回の番組は、単なるバラエティ番組ではなく、多くの人々に感動と笑顔を届ける特別なものとなるだろう。視聴者にとっても、 彼らの初 MC という大きな瞬間を見逃すわけにはいかない。私はテレビの前で彼らのパフォーマンスに釘付け気になること間違いない。そして彼らの成長と努力を見守り続けるファンとしてこの特別な瞬間を共有できることを心から喜んでいる。渡辺直美さんと平野翔さんの共演が決まったことで多くのファンが期待と興奮を募らせている。彼らの自然なやりとりや お互いをフォローし合う姿はきっと多くの人々に感動を与えるだろう今回の番組では世界的に有名なマジシャンやダンサーが登場し視聴者を驚かせるパフォーマンスを披露する予定だそんな中で平野さんと渡辺さんがどのように番組を進行し視聴者を楽しませるのかその手腕が問われることになるだろう私はこのニュースを聞いてからというもの毎朝のようにテレビをチェックし 彼らの最新情報を追いいかけている平野さんがどんな衣装を着て、どんな表情で MC を務めるのか、渡辺さんとのやりとりがどのように展開されるのか、期待と興奮が止まらない。彼らの共演が、日本のエンターテインメント界に新しい風を吹き込むことを願ってやまない。渡辺直美さんとの共演が決まったことについて、平野さんはインタビューで、 まさか自分が MC を務めることになるとは思ってもみませんでした。渡辺さんと一緒に番組を作ることができるなんて、本当に光栄です、と語っていた。その言葉には、彼の素直な喜びと感謝の気持ちが込められていた。ナオミさんもまた、平野さんとの共演はずっと夢見ていたことでした。彼のエネルギーに負けないよう、私も全力で頑張ります、と語っており、 彼らの熱意と情熱が伝わってくる。今回の番組は、単なるバラエティ番組ではなく、多くの人々に感動と笑顔を届ける特別なものとなるだろう。視聴者にとっても、彼らの初 MC という大きな瞬間を見逃すわけにはいかない。私はテレビの前で、彼らのパフォーマンスに釘付け気になること間違いない。そして、彼らの成長と努力を見守り続けるファンとして、 この特別な瞬間を共有できることを心から喜んでいる。